シビリニティの水木です。今日はこのレクチャービデオの振り付けを教えます。もう終わったよ。最初まず5、6、7、8の瞬間に左に体を振ります。で、8、1の瞬間に正面で当てて、ふん、好きな感じでいいので両手を上に上げてください。はい、5、6、7、8、1、2カウントで上げたらドンドンと垂らすのでクロスで、手はここに持ってきます。で、この手を下に持ってきた瞬間に腰が右回りで、トトッと音が鳴るので腰、胸でダウン、ゆっくり好きな感じでいいので手を下に下ろしてください。はい、5、6、7、8、1、2、ブンブン、うん、かかダウン、来ました。そしたら左足を出したら右手でブン、これが7です。で、8の瞬間下から持ってきて8、はい、7、8で、右足を下ろす瞬間に押し込む、押し込む、はい、これ左、右で押し込みます。したら左足のレジャンでブン、手を1にして横から持ってきてください。で、どっちが上でもいいのでカカッと音に合わせてカカ持ってきます。はい、来ました。そしたら開く、前、膝、パン、はい、後ろに蹴る瞬間にすぐに体を下ろしてください。来たら1、2、3、4カウントかけて上がってカカッと音があるのでチェストアップをしたままカカ音を取ります。で、そのままダーンで、ブン巻き込んでカーの瞬間に腰を前にボン当てます。来たらそのまま巻き込んできて右足から踏み出す、左足踏み出す、左ステップで、右足をそのまま後ろに入れます。で、ロンデジャーじゃなくってアチチュードで振り返って前まで来たら肩を出す、引く、はい、ここまでが第1セクションです。はい、では第2セクション始めたいと思います。さっき、チャラララララカーきました。そしたらそのまま手を巻き込んで足が左に、したらカーンと音がするので右手をかきながらカーン、こっちになります。そしたらキック、ついた瞬間にダウンをしてアップ、はい、これが1、2、カーン、キック、ダウン、アップ。したら腰をそのまま後ろで、左足踏み込む瞬間に肩をなぞる、で、右足を踏み込む瞬間に手を1、2、横につけてください。パッパッ。したら頭を巻き込みながら下に入って、そのままナイフ、手をナイフに持ってきてください。さあ、そしたら右足を横につくんですけど、その瞬間にカーンと音がするので右回しで首を回します。来ました。そしたら胸が右回りで、うん、前まで持ってきて、その流れで、うん、膝がインインインサイドになります。次、ダウンダウン、はい、振り付けはここまでとなります。では最初から通していきたいと思います。5、6、7、8、1、2、ブンブン、かか、うん、7、8、押し込む、押し込む、ロンデジャス、かか、開く、ねえ、ユウが笑っててできなかった。だってロンデジャスだ。それでは最初から通していきたいと思います。5、6、7、8、1、2、ブンブン、かか、うん、7、8、押し込む、押し込む、うん、うん、かか、開く、前、膝持ってきて、かん、1、2、3、4、かか、力を抜いて、回して、ブン、右、左、1、2、3、
アチチュードから肩ポン左ブン1ダウンアップ腰肩1、2、3で、こっちに乗ってパーンブンインインダウンダウン。はい、振り付けはここまでとなります。レクチャーはここまでとなります。ぜひチャレンジしてみてください。